します。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあこちらどうぞお願いします。よーい、はい。誰だ。セガ破綻しろ。父さん、セガは僕が守る。はい、はい、ありがとう。藤岡さんっぽい感じがちょっと出ました。ちょっと、ああ、そうですか。若い頃の、確かに僕の若い頃にちょっと似てきたね。うん、あ、よっ、ありがとうございます。違うんだ、なんか親の方がドキドキしますね。緊張しちゃう。私の方が緊張しちゃって。京山あるんです。そう、あ、そうですね。名前。藤岡弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。父さん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、よーい、せーの、セガー、はい、ありがとう、せーの、セガー、朝緊張してたんだけど、もうだいぶ緊張どころじゃなくなってやってますね。うん、どうどうですか、撮影の様子見て。すごい頑張ってる。頑張ってる。かっこいい、ね、お兄ちゃん頑張ってるか。うん、めっちゃ頑張ってる。そう、よかったね。表情違います。全然違います。よーい、スタート。成長したな、父さん。はい、はい、ありがとう。おはようございます。こんばんは。よーい、スタート。父さん、お前の成長を確かめたかった。今のお前ならセガを守っていける。ありがとう。これだ。はい、本番。本番。本番。よーい、スタート。もう俺のことは忘れるんだ。俺はかつてのセガの象徴だ。これからはお前が新しい世界を守っていくんだ、父さん。はい、モルド。オッケー、オッケーで。本番。よーい、スタート。セガジロー、俺を超えていけ、父さん。ちょっと広瀬さん、以上でこれムービー撮影の方、以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、なんかね、20年前のことが蘇ってきましたね、やっぱり。20年経ったんですね、早いもんですね。もう思い出しますね、本当ね。なんか、本当に昨日のような感じだけど、やっぱりこう、熱くなりますね。なんかジーンときてね、なんかいろんな昔のスタッフやみんなのこと思い出しちゃって、ちょっとこう熱くなりました。すいませんどうも。ありがとうございました。終わりました。終わりました。よーい、はい。はい。はい。本番。本番。シロ。シロ。父さん。藤岡真人さん、以上で今回の撮影すべて終了になります。お疲れ様でした。お願いします。本当にみんなにサポートしていただいて、こうやって初めての撮影でしたけれども、無事に終えることができました。ありがとうございます。お疲れ様でした。
数十年前になりますかね、演じたことがなんか昨日のように感じますがね。まあ皆さんにとても愛された瀬形さん氏もね、やっぱりなんかまたこうなんか思い出が蘇ってきて、まさかその息子が誕生するとは驚きましたし、またこうやってまた自分の息子がまあ演じさせていただくっていうことはなんかこれもまた驚きですね。もう本当にびっくりしてます。いやしかしなんかこう今日一緒にやってみて体が震えましたね、やっぱり、当時のことがずっとこう思い出して蘇ってきてね、やっぱり当時の多くの皆さんとのスタッフとの思い出がねちょっと頭の中に浮かんできて、ちょっと体中震えました。これがねちょっと考えられないね。まさか自分の息子が後を継いでね、同じようにね、まあこんな、いやことってあるんですね。いやこんなのいい、まあ彼にとってもこんなデビューをね、本当に場を作っていただいた皆さんにね本当に感謝しなきゃいけない。本当にこれが出発になるわけで、彼にとってもこれからどうなっていくか分かりませんが、もう大きな出発が始まったなと。そうですね、マイトは今作これが初めてのデビュー作なんでね、僕はもう心配でね、私のがドキドキしてもう緊張してたんですがまあ なかなかしっかりと、まあ、やっているんでびっくりしましたし、まあ昨日も夜中一生懸命練習してたのを見てましたね。やっぱりそれがちゃんと効果があったなと伝わってきました。本当にやっぱり今朝も早く起きて一生懸命体を、ね、動かしたり叫んだりね、発声練習したりいろいろやってましたから、その効果はあったなと思いますね。まあこれからもっともっと伸びると思うんでね、私もこれからもできることをアドバイスしながら、まあ、親子ともども切磋琢磨しながら、頑張ってまた、ね、このマイトがしっかり一人前になるまで見届けたいなと思っておりますし、まあ、今回セガをぜひ守るという決意のもとに引き継いでもらいたいなと、願っております、はい。そうですね、お父さんがその瀬形三四郎ってすごい盛り上がりを見せたっていう事実は知ってたので、もちろんプレッシャーもありましたけど、それ以上に期待に応えなきゃなと思って頑張りました。まあ想像以上に頑張ったなという面では本当にまあ合格点になったかなと思ってますね。思った以上に点数つけると、ちょっとねまだ点数つけられないんだけどいやでも本当によく想像してたのとはちょっと上回りました ねいや一番心配はね、緊張して上がっちゃって声も出ないんじゃないかと、私当時自分のことを思い出してね、やっぱりガチンガチになった記憶があるんでね、それがちょっと心配でしたけど、結構まあそこを超えてねやっていただけたんで、本当にいやそこだけは非常にびっくりしましたそうですね、なんか本番になるとねやっぱり強いんですよね。本番に強いっていうのは僕昔から言われてたんですね。もう武道の大会なんかでも、本番に強いからっていうのが噂になるぐらいね、いざとなると追い詰められて、窮地に追い詰められるとこう俄然とこうなんていうかな、真剣になった時が変わってくるんですね。そこにああなんかちょっと自分の DNA を継いでるかなっていう一瞬で本番になるとちゃんとやってるんでね、それなりにやっぱり真剣さがね伝わってきましたから、やっぱちょっと私の血を引いてる部分もあるのかなとちょっと思いました。それを受けてどうですか、お気持ちは。いやまだまだ
って自分でも思います。なのでこれから少しずつ、ね、今非常にあの武道をね本格的にねもっともっとやりたいって言ってるんで、これから徐々に鍛えていこうと思って、今日は期待がありそうだなと思って見てましたけど、まあ、あのそろそろ本格的にやって、まあ、鍛えようと思ってます。約20年ぶりに瀬形三四郎を演じました藤岡弘です。瀬賀四郎を演じました藤岡舞人です。この動画では息子の瀬賀四郎が瀬形三四郎を乗り越える様子を通じて、瀬賀自身が前に進んでいこうというメッセージを伝えています。60周年を機にですね、さらに前進する瀬賀を私も応援します。皆様もどうぞ応援よろしくお願いします。